ヘイヨもはやケンツが最初に採用するコメントを前の動画から探すのが日課。もうこういうコメント拾っちゃうんだよな。なんか目に入っちまうから。この最初のコメントもいいっすよね。俺も大好きで、コメント見ながらこれ喋ろうとかね、そんな感じでやっております。ヘイヨー、ケンツ飯です。さあ今日はですね、こちら展開行ってるんですけども、このジャイホリですね、昨日紹介したジャイホリで、展開行きました。で、昨日生放送40分ぐらいして、16戦やって、じゃ16戦じゃない、16勝2敗かな、18戦16勝2敗だったので、その16勝の部分をちょっと動画がババってできたらいいかなと思うので、ちょっと生放送の切り抜きになってしまうんですけども、まだ見てない方多いと思いますし、ぜひ見てください。今日無言でやっていて、あれなんですよね、集中して、まあ、プロ選手らしく集中してる試合が多いので、かなり自分の中でも上出来だったかなーってプレー面については思っています。よかったら見てください、どうぞ。今だって7連勝してるよ、強ない？いや強えんだよ。ちょっと枯渇が今多いからさ、ゴブ JPP で突撃するのさては変態説なんだよな。分からせるわこれで。いやー漫画そもろかったな。よし、ジャイホリ今7連勝してるから、あと、1,2,3,4,5,6 連勝ぐらいかな。はい、でジャイホリにしてから負けてねえんだよな、マジで。強いと思うし、なんかね、やっぱハンタートリトン壊れてるわ。オヒサ、いろいろと調子と、順調順調。クララが壊れたシリーズ、いつ出すんですかってめっちゃ言われまくってるから、明日ぐらいにはマジで出したい。ジャイホリってキョロリに対してどうなん？いやでも、ゴブ JPP よりか多分マンチあるで。そう。ゴブ JPP よりかはね。サクッと展開行って、とりあえず置いとこう。別にそんな今展開、順位高くなかった気するし。ペッカ工場か。どうしよっかな。うまいな、それ。はっ！はい、ここのね、しっかり受けをできるかどうか。順調ならよかった、応援してる、ありがとう。ペッカさすがに出てこん、これポイズン出したいな相手。オッケーオッケー、濁年目できた、あっち、オッケーオッケーオッケー。あー、この濁年目マジあっち、うまいねそれ。ただ、いやー、それザッペ飛ぶじゃん、オブザイヤー。ただあっち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 、あのね、大体はみんな覚えといて、ペッカ工場使いのポイズン使うタイミングって、ポイズン使った後こっちのユニット延命しとけば相手きついから。そう、ゴレダクネもジャイダクネも相手がポイズン切った時にダクネ延命するんだよ。ダクネってポイズンだけだったら全然死なないから、それでやると熱い。これさ、ワンチャンペッカ出してくるかな。これ無視して。これね、ディガー削りめっちゃ大事。あれ無視だね。いや。キンピードできるよなこれ。いやー、それはマジ。オッケー、相手もペッカ出す気ね。はい、地層8連勝。展開行ってからゴブ JPP 使おうかな。 BGM はね、なしで、ちょっとなしですもん。くそー、今
今の勝ちたかったな。ペッカ工場行ってマジサイクル大事なんですよね。一回あのあれだね、ジャイ出してあれしたとこ、言うのでトリトン呼ばれたとこ、あれ相手うまかった。これか、これつらいな。これくるか。うん、これくるね。スケドラキットがケツタクだから。おっと、それ甘いてね。思ったより削られちゃったな。嫌な目がある。いやー、ダクネスケドラはダメでしょ、やっちゃ。まあでもライトニングないことわかったんで、全弁明からっすね、これな。あと1枚かな。今回あんまコメント拾ってくれなくて悲しい。ちょっと試合中勘弁してくれ。すまん。試合中は勘弁してほしいな。さよならよーん。ケリアポスケブだったか、あと1枚。ういー、GG。ごめんなさい、いつもの配信でコメント読んでくるイメージしたくて。すまんよ。ちょっとね、サクッと展開いってきたいから。今の最後気持ちいいね。シンプルに。キョロイゴリ余裕じゃないですか。余裕だよ、あれも。よくない、本当に。やはりトリトンハンターなんだよな。そこに気づいちまった。ゴブジェ PP にトリトンハンター入れて改装しよう。いや、ゴブジェ PP 強いんだけど、枯渇が今多いんだよな。なんかテスラ枯渇の時代が来てるらしい。ウッドは使わない。トリトンとけるのちょっとシビな。ザッピーも入れるか。いやー、これジャイ出すんだよな。オッケー。とりあえずオッケーで起動して、はいはいはい、完璧。オッケー。デッキよくわかんない。このハンターの右角が入るのいいよね、俺。気持ちいい。D
ディガーも1個したかな。キングのやつ言いたかった。細かいとこなんだけどね。そのダックフリー追加でエリアド取られなくて済んだから今の。GG はじわるな。ケツゴレからかムートからかでしょう。これが杖、LSP。で、これムート用にリーク残しておかないといけない。ワンチャンこれ。いや、よくなった。ダクプリのシールド割れてるときに5打ったらもっと綺麗に決まったな。よし。俺ジャイホビー上手くない？シンプル。シンプル、俺やっぱこのデッキ好きなんだよね。強いんだよ。LSP が強いんだよ、俺はマジで。クソチートガードめ。やっぱトリトンハンターよな。いや、LSP 切った瞬間に来ると思ったんだけどな、スケブ。ね、こかつきた、にちゃー、これはにちゃー。ムシ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 、うちが行くぞ。吹き上げろウルフレジェンド。ありがとう、そのプリンセス。おいちー。あれ、意外と守りますね、あなた。その逆サイめっちゃおいしい。なんで左出さなかったんだろう。いやでも今のなぁ、いけると思ったんだけどなぁ。ね。そう、明日ブレンチョだ。ん？日付変わったから、明日か。ダクネ出しとくか。ディガーはやっぱ残しときたいよね。削れるから。ジャイ出して逆ディガーでもいいけど。お前、コウモリやってけ。いやー、あれ飛ばねえな。LSP マジ強くないこれ。これ、ダメだね。1コスでバレルこんだけ押されたらさ、もうそれはもうウッドなのではって言われちゃうよね。ギャング来たら。あっち、これ。ならこのLSPのダメージまで相手嫌がるかな。 OK、 これな、今ハンター構えてなかったか。
ただ朝の端前プリンはもう死の香り。早めインフェも来ない。これはちょっとだけ残していて、やばい、ワンチャン負ける。オッケー、プリ読みバカじわる。チアチの試合してるわ。よし、あぶね。インフェだとちょっときつい、ザップがないから。でもテストラだったらもうバキバキ。あぶね、ヤギスピンマーク使えばいけそう。おい、6球やっぱ強いんだな、まだっけ。あぶなし。ディガーの位置当てられたら終わってたな。ちょ途中な、インフェな、突破な、ちょっとな、ミスったな。ジャイとダクネをくっつけない理由なんですが、ウィザードとかの範囲攻撃に巻き込まれて処理されやすいんで、まぁ、ちょっとこう、開けてくるくらいの方が強いですね。今の悔しいなぁ。最初のウィザード先やりで、できねえのがきついなぁ。まぁ、特殊デッキだから置いといてもろて。プリンスちょっときついね。で、LSP あるから言うてか。はいはい、枯渇ですね、相手。アウプリか、勝ちてな、これ。サイクル作んないと、これ全部対応してると、アド取られて死にます。なので、これは許容。ケツダクネしたらロケット飛んでくるかな。ケツ取り飛んだりか。何らかで絶対マイフとしてくる。してこない。無料でやれる。プリンセス捕まったの。これプリンセスに今ギャング使わせるよう出したんだけど、いや、ごめんなさい。あ、いえ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 、全然。プリンスしっかり出した方がいいかもしんない。検知的にバレルでキング起動。ああ、ここでしょ、ここの3点バレル。まあできたらいいけど、まあしなくていいと思う。 GG、 またやりましょう。
初手リーガーって何かしらに縛られる危険ないですか？デッキをわかる、デッキを見えるから強いかもしんない。パーあるんだね、これ。あー、これ絶対来るじゃん、もう。いや、でもいいや。急所。いやー、タゲ取れじゃない、やばいな。まあ、とはいえ、ヒュージダメージ、無視。ランバーバルーンにさ、あれ入ってるのすごくない？ご、ボムター。これ回ったかないで。アドは絶対取ってるから、早めに行って、ボムでしょ、これ。オールインきますね、これ。相手絶対攻めてくるんで、攻め返して。おっと。じゃあ勝ちですね。GG と。バルーンにも結構勝てるんだよね。あと2勝。強いよね。節穴なんだけど、このデッキ普通に。これとゴブジェイピピであげようかな。ジャイホリもね、楽しいっちゃ楽しい。なんか、ウェポン2つあげるデッキ好きなんだ俺。このデッキ強くね？でしょ？強いんだよ。おお。ディガーガゴ。ラバかな。ラバルだけね、ちょっと、おっと、ここにザップ打ってきたぞ。ここ。いやー、これ、延命してきてえな。バカいてえ、これ。バカいてえ。じゃあ IPP だろ、これどうせ。メガゴか？いやー、わかんねえ。ちょ、いい感じに、コウモリ。それやばいな、取られるな、これ。ディガー来るでしょ、見てから。はい、これ見ずにやると、ここにさらに追加して死にますと。いいプリンス、めっちゃいいプリンス。それただまあこんくらいは耐え。今のね、見てからハンターマジ大事なんですよ、ね、あそこ絶対狙れちゃうんで。このウォールブレイカーはプレゼントですね。メガナイトウォールブレイカーかな、これ相手。相性いいね。トリトンとダクネ、マンジ。マンジプランでいきます。相手しかもこれ、攻めカード切ってるから。ガゴ1匹だけだよね。タワータケ取ってんの。
いやーこれ強いじゃなかったかな。いっか。はい。おお、夜の雨？それちょっと待って、話違うな。それ話違うな。ハンター捨ててもろて、あぶね、ちょっと独特な形だったな。リーチ展開いったら終わりかな。今日はエペやるわ。サクッといけますね。あんな感じで無限ジャイしとけば勝てるんで。ああいうデッキは、いやあの目ちょっとびっくりしたな。待ってもろて、この待ってる間はツイッター見ると、なんかユニット出てきたらこれ気づけへん。これな、血ジャイが危ないってことは何？スパーキー、これ、ペッカ。血ジャイして全部組んでも突破できないときは絶対に血ジャイしちゃダメ。5個数敵にプレゼント4位ということになる。オッケー、もうこれ強すぎたらもう見とけよ、お前フィジカルで返すわ。オーマイガー。まあでも LSP とウッド残ってっから回りそう。最近さ、本体流行ってんだ。またババまで出てきました。びっくりですね。OK。ここのゴール展開読んでる。これハンター延命させといて。はい。で、このハンターに敵にイチャついてもらって。まあ取り寝されたら正直それはその時考えましょう。ダクネが悪さしようとしてるんで取り寝ねえだろ。これ相手に買う時に、よし点がいった。勝率えぐいんだよな、このデッキ強くない ?1,2,3,4,5,6,7 だって、ああペッカ工場とルイジェに負けたらいいか。いいこっからでしょ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16勝2敗。